そろそろ時間ですね。野井さんも帰られましたし、あともう少ししたらお店を閉めましょうか。裏社会カフェ勤務4日目を終えるところから、ココリ、ヒロインは筆談女子1号。もう客来ねえだろ。カウンター周りの消毒始めんぞ。順当に行けばこの後しくじりかがりがやってくるはず。あ、どうせ消毒するなら一緒にやってほしいものが。イズナさん。うん、来たね。わかってる。なんか来たな。いちごちゃんを大幅に上回る月影の恥さらしが来るよ。ん？足音。しばらく走らせておこうか。ああ、いらっしゃいませんと言いたいところなんですが、もう閉店のお時間なんですよ。ちょうど消毒作業もしていたところで、あんまり言いたくはないんですが、血だらけのお客様はちょっと。ああ、そういうのいいんで。かがり。もうこのかがりのシーンもなんだか最初こそシリアスに思ったけど、今やエンタメになったね。かがりさん。内心またなんかやらかしたのかと思われてるよ。あ、早く治療してやろうぜ。すみません月見さん。名台詞くるよ。いえ。しくじって。でしょうね、しくじりかがりのゆえん。こうなることも想定内です。難しい仕事でしたから。血の跡は残していませんね。んなわけって感じだけどね。血の跡も追跡もクリアしてきました。それできなかったらちゃんと死んできますよ。まあこれ結局信用していないから後でチェックしに行くことになるんだけどね。わかりました。ではすぐに先生のところへ。イズナさん、彼を運びます。イチゴさんも手を貸してください。まあ体力とやる気だけはあるからね、助かると祈りましょう。まあどうせ大丈夫だろうけど。応急手当で止血だけはしたが、ひどい傷だ。一つ一つが深く箇所が多い。失血も大量だな。だけど不死身。命に関わりますか。わからない。とにかく今は急いで治療と輸血が必要だろう。月影の捨て駒がいなくなるのは困るもんね。輸血か。しないでなんとかなんねえの。トラブル起きやすいんだろう、あれ。そういう説もあるな。実際現代の医療はよほどでない限りは輸血は行わないし、リスクがあるから輸血には同意書がいる。ショック症状とかあるからね。リスク？いちごさん、怪訝な顔をしていますね。輸血は他人の血を入れるわけですから、病気や拒絶反応の危険性があるらしいですよ。ただかがりさんは。そんなこともあろうかと。かがりは事前に自分の血を輸血用に保存している。さすが捨て駒、自分の立場をわきまえているよね。血を保存。なんだ、じゃあそれ使うのか。まあ結局こういうところも含めて想定されていると。そうだ、自己血輸血だからリスクは最小限で済む。かがりはこういう事態を予測していたんだろうな。まあポンコツはポンコツなんだけど、自分の至らなさを理解しているっていうのは大事だよね。私が指示しておいたんですよ、万が一に備えるようにと。イズナさんも定期的にしておいた方がいいですよ。まあこの言葉のね、裏返しとしてはかがりには期待していませんよってことね。注射針好きじゃねえんだよ。可愛いとこあんだよね。野井さん持ち込みの得体の知れない血液製剤を使われるよりはいいでしょ。とにかくかがりさんの治療は先生に任せます。私とイズナさんはかがりさんの逃亡ルートを確認してきます。まああの状態で痕跡残してないわけないからね。本人は痕跡は残していないと言っていましたが、あれだけの出血です。見落としがあるかもしれません。言い方は優しいけど信用してませんってことね。なら彼女はこちらで借りるぞ。彼女？私？治療を要する箇所が多すぎて手が足りない。助手がいる。
もう4連勤目の後で疲れてるんですけど。すまないが、頼まれてくれるか。ただでさえ裏社会に運び込まれてね、4日目4連勤させられて、なかなかね、日没から夜明けまでフルタイム以上で働かされての後だからね。いちごさん、お願いできますか。殺し屋たちに囲まれるだけでも疲れるだろうに。コクリ、ここで選択肢断るっていうのはないんだね。お前大丈夫なのかよ。あんなエグい傷の手当てなんかしてぶっ倒れねえか。それで倒れるような子ならカガリさんが入ってきた瞬間に倒れているでしょう。気も座ってるよね。とはいえ、とにかく急ぎましょう。各自するべきことをしますよ。まああとはなんかね、その直後とかだとその状況を理解できなくってっていうところはあるから、後から冷静になってっていうのはありえると思うんだけど。まあ助かると祈りましょう。ガーゼはそこ、監視、真ん中がつながったハサミは私の手前に。これ鞍馬先生ルートだとここからなんだろう、オペの手伝いとか多くなってくるのかね。どうなんでしょう。止血をやめると一気に血が出る。床に流れるが、それは気にしないでいい。ただ足を滑らすな。鞍馬先生ルートやったら、この入院中のカガリとの関わりも増えたりとかするんかね。だとしたら神ルートだけど。手順は都度説明するが、くれぐれも気絶や嘔吐はしないでくれ。いいな。まあこの辺どうなることやらって感じだけど。ココリ、血は見慣れている。傷もその手当ても死体も別に怖くない。傷を負って動けない人や死体は私に危害を加えないから。この辺ね、もう経験が深すぎて何も感じないというかね。気も座っちゃってって感じになってるわけだよね。でもこのかがりさんという人の傷は不思議。えぐれたような丸く深い切り傷。何を使ったらこんな傷を負わされるんだろう。冷静だよね。何をしたらこんな傷を負うことになるんだろう。内定に失敗したらなんだけどね。助かってほしい。俺の推しキャラだからね。人の死にも死体にも慣れてはいるけど、この月影ではまだ死に出会ってない。だから死なないでほしい。助かってほしい。体は丈夫だから。カガリは一命を取り留めた。当面は寝たきりだが、あとは回復を待つだけだ。回復次第送別会かな。マジか、よかった。それまでに寄せ書きとかみんなで書いておきましょう。よくあの出血量で、正直もうダメかと思っていました。不死身の体。それはこっちもだ。手術中も出血が止まらず、輸血をしても厳しいかと思ったんだが、臓器へのダメージが軽微だったのか、奇跡的に踏みとどまったんだ。運のいいやつだな。やる気と体力と運はあるからね。運ですか。あなたならこの天才医師のおかげだくらい言う場面じゃないんですか。だからこの天才医師クラマに治療してもらえて運のいいやつだと言っている。聞かせてやりたいね、カガリにも。そっちかよ。ああ、でも今回はマジヤバかったな。あんだけ刻まれりゃ普通死ぬぞ。彼の強みだから。刻む、刻むというか裂くという感じだったな。あれはカランビットナイフによるものだろう。もうスーツもダメでしょうね。もう一着同じスーツ持ってたんだって思ったもんね、送別会の時。カランビットナイフというのはですね、指にはめて使う小さめの鎌のようなナイフなんですよ。軍の特殊部隊なんかでは使いますが、超近接専用武器なのであまり一般的ではありません。これは初めて聞いたよね。逆に我々のような家業の人間には便利な武器です。つまりカガリは同業者にやられたってことな。イズナさんも接近戦が得意だから、まあその辺の扱いは長けているだろうけどね。同業者、単に先方に正体がバレただけだろう。よくあることだ。裏社会あるある。内定でしたからね。危険は承知の上ですよ。にしても
こんなに早く向こうが動くのは予想外でしたが、まあ月見ルート的にはこうやっていちごちゃんを預かっておくことで揺さぶりをかけることになるんだろうっていうね見立てはあったんだけど、どうなんだろうね。昨日の今日だろう。速攻だな。ようやく奴らも腰上げんのか。どうだろうな。こっちの思惑通りになるはずもなし、他人はコントロールできないからね。ですね。さてどうしたものか。私ここにいてこの話を聞いていいのかな。まあでも手術に立ち会ったくらいだからね。かがりさんという人がどこかで内定をしていたけど正体がバレて殺されそうになって逃げてきた。これ私が聞いていて大丈夫な話？いちごさん、もしかしたら今後はあなたにも協力してもらうことになるかもしれません。もう十分協力してるというかね、首突っ込んでる感あるけどね。協力？私が？多少の危険はあります。ですがあなたに何もさせないのも危険です。私と伊豆名さんがこの件に本腰を入れればあなたを守る人間がいなくなってしまいますからね。まあこの話を鞍馬先生の前でもするってことは鞍馬先生は事情を知ってるってことでしょう。月見さんと伊豆名さんに保護されています。はい、わかりました。もしその時が来たら声をかけます。声がかからないことを祈っていてくださいね。かかるんでしょうね。あれ私いつの間に寝て、そりゃ疲れるよね。今朝のことがあって昼を過ぎても眠れなくってベッドに横になったまま夕方になると思っていたのに、いつの間にか眠ってしまった。まあ興奮状態もあっただろうね。なかなか寝つけず。これね、今となってはお笑いシーンですけれどもシリアスシーンだよね。確かに血は見慣れているし人が死ぬのもたくさん見てきた。でも月影に来てからはそういうものとは無縁の生活が続いていた。ここでの暮らしが当たり前に感じていたけど、でもやっぱり施設での感覚は残ったままなんだな。死ぬのは怖い、血を流すのも嫌。でもそんなことを思っても嫌だと感じても私にはどうすることもできなかった。まあ感情を捨てざるを得なかったっていうね環境だったんだよね。そして抵抗することに意味がないと知った時、私の心は死んでしまった。言葉も一緒に、ここで失語症になってしまうと。だからきっとかがりさんのことがあっても眠れないと思っても私は何事もなく眠ってしまえるんだ。かがりさん回復するには時間がかかるのかもしれないけど助かってよかったな。そう思ってくれてるんだね。ただもうあとは送別会やるだけだからね。ノックが2回。トイレのノックの回数ですよ、2回っていうのは。ノック？誰だろう。おい、イチゴ、起きてるか。ここはトイレではありませんよ。酔っ払ってんのか。伊豆名さん、どうしたのかな。なんだ、起きてたのか。いや、寝起きか。ん？どうかしましたか。どうしたも何も、開店準備の時間なのにお前来ねえから。寝坊しましたね。え、今の時間は17時過ぎてる。なんなら今日は休むか。4連勤の後だからね。今朝のこともあったし、お前あまり調子良さそうじゃねえし、月見もそう言って。年中無休、ブラック企業すぎるよね。大丈夫です、すぐに支度します。まあでも退屈か、ずっとここにいても。時間気づかなかった。私何時間寝ていたんだろう。でもそんなでもなかったってことだよね。昼過ぎまで寝つけなくってって話だったから。そんな状態で大丈夫なんでしょうか。よ、やっと来たか。ペコリ、寝不足で倒れないようにしないとね。遅れてすいません。
いや、いい。それより、ちょっとこっち来い。なんでしょう。おはようございます、いちごさん。怒られない？月見さん。大丈夫ですか？体調が良くなければ、今日は無理に出なくてもいいですよ。月影の恥さらしだって言われない？大丈夫です。それより寝坊してしまいました。すいません。いえ、それは構いません。しかし、そのことは絶対に伏せておいてください。お、隠し事？ん？客にそれを気取られるなってことだ。え、それはつまり？さっきも言ったが、自分の身だしなみに気を使えないやつはウェイトレスとしては失格だ。店の恥さらしだ。いや、結構言うよねって思ったけど、まあでももっと恥さらしが現れてくれたからね。このお店のウェイトレスとして寝坊して遅刻してきたことはお店の恥になるからでしょうか。もう高級店。それは違います。もっと恥さらしがいますよ。って言ってるかもしれないね、心の中では。違う？あなたはなぜ寝坊したのか。寝坊したということは何らかの原因があるから。その原因とは何でしょう。それは寝るのが遅くなったから、あるいは眠ることができなかった。ではなぜそうなったのか。論理的な解釈。それはつまり今朝ここで何かがあったからではないかと。まあ今日はそれを探る輩がいっぱい来るでしょう。だから伏せておかないとってことね。ま、もうすでに一人来てっけどな。つまり今朝のことは知られてはいけないということ。まあ月影としては落ち度になってくるもんね。月影なんてね、優秀な精鋭部隊のはずなのに、係みたいなポンコツがいるよってなったらね、穴になっちゃうもんね。係さんのことは言ってはいけないということですね。そうです。だからそのことと紐づく、あなたが寝坊したことも絶対に言わないようお願いします。わかりました。おい、イチゴ、身だしなみはチェックしたか？またボタン外れてたりしてないだろうな。ココリ、同じミスは繰り返さないように。確認はしました。問題はないと思います。ちょっとそこでくるっと回ってみん。いいから早く。まあ問題なさそうだな。寝坊して慌てて身支度した感は見て取れねえ。ちょっと、注文の品まだ？まつりさん、催促してきました。まつりさん、もう来店しているんですね。一人来てるけどなっていうのはまつりさんでした。なあ、一番に来ていろいろ嗅ぎ回ってる。あの人異様に鼻が利くわ。うん、どのルートでも最初にやってきたよね。問題ありません。あそこまで嗅覚が鋭いのは祭りさんくらいでしょうからね。血の匂いがしなさすぎるってね、文句言ってましたよね。嗅覚？伊豆名さんはいろいろと嗅ぎ回っていると言っていたけど、それは祭りさんが今朝の係さんの血の匂いとかそういうのを探しているということ？さて、あまりお客様を待たせてはいけません。いちごさん、このカッテージチーズのパンケーキと紅茶を祭りさんの席に運んでもらえますか？美味しそう。ココリ、さっき言ったこともくれぐれも注意してください。何かあれば私か伊豆名さんを呼ぶように。わかりました。では行ってきます。まあ呼ぶも何も大声は出せないからね。うまく切り抜けられるか。なかなかやる女だからね。あら、こんばんは、いちごちゃん。祭りデラックス。ペコリ、いらっしゃいませ。もうこのカップの手とか震えてない？隠すために。カッテージチーズのパンケーキとダージリンティーをお持ちしました。ご注文は以上でしょうか？ええ、ありがとう。それにしても今日は遅い出勤なのね。寝坊でもした？ぎく。いきなりついてきたね。月見さんが言っていたの、このこと。ん？誰か来たみたい。じゃあそっち行きますね。こんばんは。おお、白川さん。失礼します。
長谷川さんも。白川さんと長谷川さん。いらっしゃいませ、白川さん、長谷川さん。いつものお席へどうぞ。リバーオーグのお二人さんか。うん、白川さんの会社の名前ね。いちごちゃん、悪いけど私のケーキと紅茶、白川さんの席に運んでくれる？ん？それなら私がお運びしましょう。あら、そう。じゃあお願いね。いちごさんは伊豆名さんのところへ。白川さんのブレンドが出来上がったらお持ちしてください。コクリ、でも寝坊の話はあんまり掘り下げられずに済んだね。うん、いちごか。白川さんのブレンドもう少しだから待ってろ。お、どうした？まつりさんに寝坊したのかと聞かれました。ああ、まあそう聞くだろうな。あの人お前が来る前に店に来たし、勘がいいよね。でもって早速探りを入れられたわけだ。うん、まあ伊豆名さんと月見さんはガード固そうっていうところから思うとね、一番聞きやすいのがいちごちゃんになるよね。どうしましょうか。さっき言った通り知らんぷり決めろ。つーかお前は喋れないんだ、黙って首振っとけ。不自然になんない？そう言われても、黙って首を振るだけでどうにかなる人たちじゃ。ほら、ブレンド上がった。白川さんとこ持ってけ。どうしよう、うまく買わせる自信なんてない。そうだ、それでいい。いいの？ん？心配するな、そうやって黙ってりゃいい。そんでもダメなら月見か俺んとこ来い。いいか、俺はお前に客と戦えって言ってるわけじゃねえ。ダメだと思ったら構わず逃げてこい。うん、護身術の心得みたいだね。まあ、まずは逃げることができるんだったらそれが最優先ってやつ。いいんですか？当たり前だ。お前はただのウェイトレスなんだからな。客にちょっかい出されてそれを我慢する義務はねえよ。まあましてやね、勤務5日目とかだから、わかんないことがあったらすぐね、そうやってバックヤードに戻るとかありがちな展開だしね。ここまでむしろよくやってるよ。客の注文聞いてできたもん持ってく、そしてたまには雑談にも付き合ってやる。それがお前の仕事だ。うん、まあこの空間作りっていうのもホールスタッフの仕事だよね。はい、わかりました。とはいえ裏社会の人間を相手にするっていうね、難しさはあると思うけど。ペコリ、こんばんは、お嬢さん。さあ長谷川さんルートなのになかなか出てこなかった。どうもお嬢さん。ペコリ、この3人で仕事の話でしょうか。まあ長谷川さんはねボディーガードだから、まあ白川さんと祭りさんの2人でって感じなんかな。いらっしゃいませ、ブレンドをお持ちしました。ありがとう。ご注文は以上でよろしいでしょうか。ええ、長谷川の分が必要ないことはもうご存知ですよね。うん、ただのボディーガードだからね。白川さんこっちにはね優しいというか、長谷川さん以外には優しいんだけどね、長谷川さんにはきつく当たっているから、なんかね長谷川さんは思うところがありそうだよね。この白川社長の言うことに応えるなみたいになんかね言ってくれた場面もあったんだけれども。コクリ、じゃあ私の方から追加注文いい？お伺いします。今朝何があって寝坊したの、いちごちゃん。うわ、さらっと聞いてくるね。まつりさんは本当にストレートな人ですね。ジャブのふりしてストレート打ってくるよね。回りくどいの苦手なの。やれやれ、じゃあこっちもストレートにお断りしないとね。ところで実際はどうなのですか、お嬢さん。今朝ここで何かあったのでしょうか。いや、お前も気になってんじゃねえか。私もまつりさんから同じ質問をされたのですが、あいにく弊社にはそういった情報は来ておりません。いや、みんな気になるんだね。やっぱり言えない？すいません、うちにはそういうメニューはありません。追加メニューをこっちは聞いてるんだからな。だそうですよ、まつりさん。ないものはないのです。諦めるしかありませんね。白川さんつぼったよ。そういうのがお好き？はあ、いちごちゃんは口固いな。
さすがに喋れないだけのことはあるわね。うわ、なんか鼻につく言い方。いくら回りくどいのが苦手だとはいえ、それはお嬢さんに対し失礼ではありませんか、まつりさん。お、厳しい表情を長谷川さん以外にも向けるんだね。あら、そう、ごめんなさい。いえ、お気になさらずに、本当のことですから。うん、ただまつりさんはなんかね、いちごちゃんに同情してくるというかね、なんか思い入れがありそうな感じなんだよね。その部分をまだ見せてきてないけどね。それでは追加のご注文はないということでよろしいでしょうか。はあ、何もないそうですよ。では失礼します。うん、白川さん敵なんだか味方なんだかって感じだね。ご苦労様。うん、乗り切った。なんとか切り抜けられたかな。でもあんなこと言って逆にまつりさんに対して失礼だったんじゃ。大丈夫だといいんだけど、まあみんな裏社会の人間だからね、あんまり強気に行き過ぎるのも怖いよね。まあ月見さん、伊豆名さん、守る側からしても難しいところあるだろうしね。あれからノインさんが来て、他にも何人かお客様が来て、ついさっきアモンさんが来たけど、アモンさんはなぜか伊豆名さんに追い返されてしまった。まあスパイだからね、これアモンさんルートを先にやってるから見えてる目線だけれども、理由を聞いたら私にちょっかいをかけるからとそう言っていたけど、でも人のせいにしやがって。あれからは特に誰からも何かを聞かれることはなかった。まあそんなメニューはないからね。ごく普通に注文をしてくるだけで、まつりさんのように何か探りを入れてくるようなことは特にない。そのまつりさんもすでに帰ってしまった。それなのになんだか体が疲れている気がする。さっきまですごく気が張っていたからかな。だとしたら、ダメだ、気を緩めないようにしないと。すみません、社長のコーヒーのおかわりをお願いします。おかわりボットになってるね、長谷川さん。自分で飲むわけじゃないからね、こうやって注文ね、オーダー呼ぶけど。あ、追加の注文だ。ずいぶん長居してるね。白川さんからコーヒーのおかわりの注文です。なあ、聞こえてたよ。もう落とし始めてるから待ってろ。ここにずっといてこれ仕事してんのかね。サボってんじゃないかな。そんなここでやることある？なんか別に Wi-Fi とかも飛んでないらしいからね、ここ。何やってんだろう。ペコリ、コーヒーのおかわりお待たせしました。やっぱやらしい目で二人していちごちゃんを見に来てんのかね。ありがとう。それから先ほど言いそびれてしまったのですが、昨日はいろいろと申し訳ありませんでした。あ、こういうこと言える人なんだね。昨日？忘れてしまいましたか。昨日お嬢さんのことをいろいろと聞いて困らせてしまったでしょ。そうね。あ、探り入れてきてたよね。なぜお嬢さんのような若い女性がこんな裏社会の喫茶店で働くことになったのか。お嬢さんからは裏社会の匂いがしません。もちろん月影の殺し屋とも思えません。コーヒーとパンケーキの匂いだけですよ、こっちは。おそらくお嬢さんはもともとは表社会の人間だった。それが何らかの理由でここへ来ることになった。その理由は何なのか、とても興味深い話です。ペラペラと喋っていたよね。そういえば私には話せないことをいろいろと聞かれたんだ。それとも私が思っているほどにはさほどお困りではなかったのでしょうか。いや、ここはきっぱり言っておかないとね、分かってくれないタイプだよ。え、どういう。それならよかった。実は昨日の話の続きがしたかったのですよ。あ、よくないよ、エスカレートしちゃうタイプ。あ、どうしよう、今朝のことじゃなくて私のことについて聞かれるとは思ってなかった。もちろん話したくないことは話さなくてもいいのです。話せることだけで構いません。言葉尻は優しいんだけどね、裏がありそうって感じだよね。趣味とか好きな食べ物など。セクハラですよ、そういうの。
ここそういうお店じゃないんで。趣味？好きな食べ物？なんでそんなこと？婚活でもしたいのかね。でも白川さんルートはないからね。どうしてそんなに私のことを知りたがるのですか？お嬢さんに興味があるからですよ。こっちはないんですけどね。もちろん聞けるものであれば、この喫茶月影へ来ることになった事情も知りたい。そこが一番知りたいんでしょ。先ほど祭りさんがいろいろとお嬢さんに探りを入れてましたね。今朝何があったのかとか、なぜ寝坊したのかとか。さっきの謝罪は本当に反省してる？しかしお嬢さんは何も答えませんでした。そんなメニューはありませんからね。今もありませんけど。それでいいんですよ。え？聞かれたくないことや話したくないことは無理にお話しする必要はありません。こうやって味方のふりしてきて、何でも話せるような間柄だよねとか言ってくるタイプ？それを無理やり聞き出すつもりも私にはありませんし、逆に私の方にこそ聞かれても話せないことはたくさんあります。なのにいろいろ聞いてくるのはずるいもんね。ですから話せることだけでいいのです。お嬢さんのことを聞かせてもらえないでしょうか。俺たちは仲間だとか言ってくる奴らの方が怪しかったりするからね。俺たちでくくんないで、立ちでっていうね。そういうね、話もあったりするけど。あるいは、そう、私にできることがあれば、頼み事のようなものがあれば、そのご相談をお聞きするのでも構いません。頼み事としては詮索しないでってことかな。白川さんに相談？よく知らないしね。お嬢さん、私はあなたの力になりたいと思っているのです。いや、この BGM でそのセリフは説得力ないよ。なぜでしょうか。この世界はコネクション、人とのつながりが一番大事なんです。悪いつながりはお断りだけどね。おそらくお嬢さんには月影の人たち以外にはそういった横のつながりといったものはないでしょう。これ本人が望むならじゃないの。もちろんそれはないけど。ですから私はその機会を作りたいと申し出ている。なんだろう、難しいけどさ、善意ってさ、善意なだけではその人の自分本位だからね。相手が本当に良かったと思ってもらえるようになって、ようやく相手本位だと思うんだよね。ああ、これは少々上から目線な言葉でしたね。申し訳ありません。社長の悪いところ出てますよ。私はただお嬢さんとお友達になりたいと考えているのです。いや、怪しすぎ。堅苦しいことは抜きに、気軽に話し合えるお友達に。じゃあもうタメ口でいい？え？お友達ですか？ダメでしょうか。相互フォローはちょっと NG かな。一方的にフォローだけでお願いします。それは、お友達は難しいと思います。お、きっぱりと。なぜです？年が離れていますし、私はこの店の店員で、白川さんはお客様です。ナンパとかよくないよね。年の差を言われると厳しいですね。実際、白川さんがいくつかは知らないけど、10歳以上は離れていると思う。まあ実際何歳なんだろうね。いちごちゃんは18歳前後となっているけど。まあそれでもいちごちゃんね、大人っぽいけど。失礼なことを言ってすいません。いえ、構いません。ですが、年の離れた友人というのも悪くない関係だと思いませんか？パパ活ですか、これ。年上としていろいろと助言できることもあるでしょう。特に、この裏社会についてのことなど。助言をね、なんか自分から言ってくるタイプって良くないと思うんだよね。こっちが聞きたがっていればね。それもありだと思うんだけど。恩着せがましいタイプだな。裏社会。白川さんはアメリカ系マフィアのボスだ。で、長谷川さんはそのボディーガードなんだよ。ここまでしか知らないけど。この人は
悪い人じゃないとは思う。でもマフィアのボスなんだ。だからそんな人と私が友達になんてきっと無理。この悪い人じゃないと思うってね、違和感感じてるからそういう表現になってるんだもんね。違和感感じなければいい人だなってすんなり行くわけだから、悪い人じゃないってもう警戒してるからね、いい人じゃないわけよ。仮に慣れたとして、でもそうなったら今まで以上にいろいろなことを聞かれるはず。まあいい人悪い人ってね、その人の主観になってくるけど。誰にもここでのことを話してはいけない、うん、依頼人ね、月影に運べと言ったいちごちゃんのことを。それは分かってる。でも何も話すな。どう断ればいいのか分からない。ん？大丈夫ですかお嬢さん。うん、今からあなたを振ろうとしています。だって言葉の上では白川さんに悪意はない。言葉の上ではね、ないのに、それをどう理由をつければ断れるんだろう。今朝のことについては黙っていればいいと言われた。知らんぷりしてればいいって。でもこういう場合にどうするべきかは教わってない。マニュアルにない。社長に何か聞かれても決して答えてはいけません。うん、長谷川さんはこういうふうに言ってたんだよね。だから白川さんの必ずしも味方とは限んないってことだよね。長谷川さん、私どうしたら。お、ここで長谷川さんを頼る。うん、視線に気づく。どうしたらいいんです。伊豆名さんは逃げてもいいと言ってた。でも逃げるってどうやればいいの。なんだか頭が回らない。頭がぼーっとして。お嬢さん、目がチカチカする。体がうまく動かせな。あ、お嬢さん、どうした。大丈夫ですかお嬢さん。長谷川さん、こういう時にとっさに動いてくれる。あれ、私今すみませんお嬢さん、失礼します。どうしちゃったの。うん、ああ倒れちゃったってことね。え、どうかしましたか。いちごさんに何か。とまあ今回はここで一区切りにしておこうかな。うん、まあなんかちょっと中途半端感もあるけど、動画の時間も長くなってきちゃったので今回はここまでかな。いちごちゃんが倒れてしまったところまで。でもどうなんだろう、白川さん本当に悪意ないんじゃないかなって気もするんだよね。なんか BGM でなんか悪役キャラって感じになっていたけど、社長にあんまり話しちゃいけないっていうのはなんかまた違う事情がありそうな気がするんだよね。まあなんだかんだね、他のルートも通じてやってきて黒幕っぽい雰囲気を出してきた人、結局みんないちごちゃんに対してはいちごちゃん個人で見ればね、うん、敵じゃなかったみたいなあったかい雰囲気で終わることが多かったので、うん、これは何か他の事情というか、うん、そこを汲み取ってのあれだったんじゃないかな。まあ本当になんかね、うん、白川さんを裏切っての社長にあんまり話すなっていう話だとしたら、もっとなんだろう、口頭で言うとかじゃなくて隙のないやり方で言っていたような気がするんだよね。長谷川さんも抜け目なさそうだからさ、うん、そんな気がいたしますが、まあこれはね、いちごちゃんはかわいそうな感じになってるけどね、うん、ただでさえ慣れない環境で、ましてや裏社会で4連勤させられた後オペも手伝わされて、で寝不足のままここで出勤してっていう流れだからね、そりゃぶっ倒れてもおかしくないタイミングで精神攻撃されたわけだから、まあそういった意味では悪意がなかったとしても、うん、白川さんに非はあるんじゃないかなって気はするけどね。結局相手がどう思うかだからね。まあこうやって実況とかしてると難しいけどね、この言葉っていうのも受け取り手によってはどうね捉えられるか分かんないし、その人の状況によってどんな状況でこの動画を見てくれてるかっていうのはその人それぞれだからね、難しいなって思ったりもするけど、
かといって全員に気使おうとすると特徴のない動画になっちゃうし、また難しいなって思ったりするところは多々あるんだけど、まあでも気をつけながら俺もやっていこうかなと思っていますので、まあ引き続き楽しんでもらえる方は、まあ高評価とかね、押してもらえると嬉しいです。チャンネル登録まだの方は押してもらえたらさらに嬉しいです。というわけで、こんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況チャンネルとしてやらせていただきます。また次回もお待ちしております。